俺の名はモブオ。気がついたら世界中の人間の頭上に数字が表示されていた。何なんだこの数字。パッタよ。師匠。それはその人がドキドキした回数だよ。ドキドキした回数？あ、じゃあ俺の1回はさっき漏れそうになって緊張した時のドキドキか。そういうのは聞きたくなかったな。ドキドキした回数がわかるってことはどうなると思う？どうなるんです？知らんのか。女の子の気持ちがわかる。相手の気持ちがわかれば女の子も簡単に落とせるし、好き放題できるかもよ。好き放題？例えばせいちゃんのあんなところやこんなところも。こうしちゃいられない。今すぐ行ってくる。面白くなりそう。イケメンフィルター。さーて、生存フラグさんはどこにいるのかな。今日かっこいいわモブくん。今日は何をするのかしら。なんか見つけたみたいね。何かしら。こんなところでどうした、チビスケ。迷子か。子猫。モブくんが子猫と戯れてるわ。癒される。お前おとなしいな、かわいいやつ。はお前おとなしいな、かわいいやつ。子猫をめてるモブくん、たまたみっかすぎてやばい。待て待て。危険な取引。いた、生存フラグさん。モブ、なんだよ。じゃ生存フラグさんって美人だよね。なんじゃいきなり。スタイルもいいし。そうか。惚れちゃいそう。貴様気色悪いぞ。さっきから何なんじゃ。あれ、数字が増えないってことは全然ドキドキしてないってこと。用がないならさっさと去れ、わしは忙しいんじゃ。かくなる上は。生存フラグさん、これ見て。それはこ猫。どう、これとか、あとこれとか。ああ。よし、ドキドキしてるぞ。こうなったらもっと、もっと近くで。おっと、これ以上はダメだな。もっと見たいなら俺の言うことを聞いてもらわないと。予定とは違うけど、これで生存フラグさんを好き放題できるぞ。そっか。え、もっとよく見せんか。ガヒー。立ちました。危険な取引は死亡フラグだって。え、うわ、おいおいおい、うわー。照れ隠し。うわ、いってってって。フラグちゃん大丈夫？はい、大丈夫ですけど、顔が、モブーさんの顔が近いです。あれ、フラグちゃん、頭の数字がどんどん上がってるけど大丈夫？数字？そういえばモブーさんの頭上にも。頭上の数字はドキドキした回数が見えてるんだよ。はい、はぁ、うわ、見ないでください。モブーさんのバカ、変態、スケベ。ちょ、見てないって。やべ、あー、やれやれ、先は長いな。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんって。